ですよ。バスケットの話ね。ブリッジ世界の脚下男将ブライトの番人。さあ K-1 の相手だろうと何だろうと佐々木のレッスンだと K-1 ルールを2回にわたって受けております。 K-1 ルールで争われる片谷ベルナルド、土俵際に立っているのはベルナルドだ。2度続けて負けるのは許されない。一方のブッドリッチ再び相手を失う。すごいですね。まあ、一発一発がすごい感じてますね、この2人とも。そしてこのローキック、マサトさんがこれはいいの、おっと左のインド。いやでもまだダメージありますね。そうですね。まあとにかく立ち上がりから両者、ものすごい手が。2回にわたってこのルールでやるということを、まあ、受けたわけですね。その気持ちもすごいですね、はい、しかし最後はこの壮絶なノックアウト勝ち。あ、これは最後にちょっとこれはあれですけど、